右に行けばキーポイント演出が2つ絡むことになります。あ、行った、もう激アツです。あーおおおおおトミーとシーサの二人きりの戦い、よいしょ、よいしょ、始まりました。いや、なんか今日いつもよりテンション高いんじゃないですか、トミーさん。そうですね、なんか今日、なんか二人じゃないんですね。そうなんですよ。で、今日は、お邪魔してますのが、はい、大阪府は東大阪市にあります、はい、貴公な伏せ店さん。で、こちらが今日天気日でしたので、はい、まあ、その天気日のホールを使わせていただいて実戦の方、まあ、バトルの方をね行っていきたいと思うんですが、はい、なんと今回お美しいお二方来ていただいておりますよ。はい、これね、4人で2対2に分かれてバトルするんでしょ。そういう形ですね、はい、ただ僕ちょっとね、初めましてなの で、ね、ちょっと自己紹介からしていただけるとありがたいんですけど、じゃあカトパンから。カトパン、はい、貴公な騎手部店副主任の加藤です。よろしくお願いいたします。よ、加藤さんは副主任でいらっしゃる。はい、副主任です。でカトパンって呼ばれてるんですか。はい、カトパン。じゃあ今日カトパンさんでよろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。お願いします。はい、コーナーキセラー川西生のおすぎです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おすぎさん、はい、貴公なキセラ川西店の副主任でいらっしゃるということですね。はい、杉山です。なるほど、はい、杉山副主任が今日はおすぎさんとして、おすぎで、じゃあ今日はおすぎさんとカトパンさんで、はい、バトルやっていきます。でもう今ちょっとこういう風に座ってるんですけど、はいはい、チーム分け、まあ、当然ここはもうバチバチのバトルやりますので僕とトミさんは敵なんですけど、そうですね、僕らがチームっていうことですね。じゃあおすぎさんと僕チームでいいですか。はい、お願いします。おすぎさん、シーサーさんチームと、はい、カトパン、トミーチームってことですね。わかりました。はい、わかりました。で、まずは今回はパチンコバトルを行います。はい、で、次回このチームでスロット対決もやっていきますので、パチンコとスロットで勝負していくような、はい、勝負するんです、ですね、勝負するんでね。で、今回実践させていただく機種なんですが、我々シーサーチームがですね、もう超話題の最新台でございます。フィーバー機動戦士ガンダムユニコーン、こちらを打っていきます。はいはい、で、トミさんのチームが、P バジリスクオオカ忍法帳。なんかもう、なんかおかしいないですか。いやいや、すごいですね、なんかめちゃめちゃ派手。いやめちゃめちゃ派手。いや、そうですけど、いや、これちょっと見た目で負けとるな。いやあれ、まあ、今回、ね、この2機種で打っていくんですけれども、い、まあ、当然皆さんが見たいのは多分こっちになると思うんですよね。はい、なので、まあ、できるだけこっちでいい素材残せるように、おすぎさんとね、はい、頑張っていきましょうね。はい、はい、なんか文句ありますか。全然ないね。はい、大丈夫です。はい、どっちも爆発力ありますよ。ミドルスペックで、まあ、スティークと、まあ、こっち一瞬にしたんで、まあ、どっちが出るかということで、はい、今回バトル楽しんでいただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、今回一応目玉勝負なんですけど、はい、係数機が使えないので、ええ、定まが分かりませんと。リザルト画面の最大獲得玉数の勝負ということでやらせていただきます。分かりました。OK ですかね。はい、大丈夫です。じゃあスタート。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。おすぎさん、はい、これユニコーンは打ったことありますか。はい、あります。お、プライベートで。プライベートでいかがですか。打ちに行ったんですけど、はい、ラッシュにまだ入ってないんです。まだラッシュに入ってない。全然楽しめてないですね。はい、全然楽しめてないです。なるほど、まあ、まだ打ったことないという方もいらっしゃると思うので、はい、まあ、あえてちょっと簡単なスペックの説明からさせていただきましょうかね。はい、こちら、ヘッドでの大当たり確率が 319.7 分の1のミドルタイプと、でラッシュ突入率が 60% ですね。大当たりの振り分け言うと 40% が3ラウンド通常、そして 40% が3ラウンド確変で、 20% が3000フィーバー大当たりっていう振り分けがあります。で、これは大当たりの 20% で1500個の大当たりプラス次回も1500個の大当たりがやってくるというものですね。そこがまず一つ特徴的なとこになります。なのでね、まあ、初当たりのその 20% をいかに取れるかっていうのも大事なところかなと。あと右打ち中の大当たりの仕組みというか連チャンの仕組みなんですが、
トータルでの継続率が約 81% と言われてるんですけど、まあ、今作の P フィーバー機動戦士ガンダムユニコーンは転落タイプのラッシュとなってまして、右位置中の大当たり確率が約41分の1で、転落確率が約153分の1なので、右位置中はその153分の1を引く前に41分の1を引ければずっと続くというかなり尖ったスペックということですね。まあ簡単に言うとそういうものになります。あと右打ち中の大当たりは全て1500個ですね。なので出玉スピードはバリバリ速い台です。で、大杉さんはそのバリバリ速い出玉スピードまだ味わったことないということですね。はい、まだ味わってないんです。ぜひ今日ぜひ、ね、味わいに来ました、うん、今回その大杉さんがこの動画に出るって、はい、これはどういう経緯だったんですか。私もちょっと、はい、経緯が分かってないです。あ、出てみたいな感じだったんですか。そうですが、今、はい、ツイッターをやってるんですけども、はい、もちろんキセラ川西店のツイッターもありますけども、はい、まあ、個人でもキセラ川西店のおすぎとしてやらせていただいてまして、はいはい、フォロワー数が結構伸びてきてるから、お今カトパンちゃんもツイッターやってまして、その PR に来たのか。 PR ってわけでもないと思うんですけど、まあ、Twitter で引っ張っていってるよ的な感じですかね。そっか、キコーナチャンネルのためにもなりますしね。はい、そのキコーナグループの中でおすぎさんとカトパンさんが Twitter やられてるんで、まあ、せっかく SNS やってるんだったら動画にも出てみなよみたいな感じで出られたってことですね。ですかねと私は思ってます、うん、そういうことです。はい、どうですか今日こういう収録が初めて、はい、初めてです。はい、緊張してます。いや緊張してます。あ、ほんまですか。はい、前もねディスカップ選手権の、はい、あの予選の時には一緒に収録させてもらって、はい、まあ、あんまり緊張してる感じっていうのはなかったですけど、ね、なかったですか、うん、全然ですから今日もあの片番らしさをね、はい、ちょっと出してもらえたらなと思います。頑張ろうと思います。はい、はい、パチンコは、パチンコは打ちます。結構する。はい、何打つんですか最近は。最近はもうずっとコードギアス打ってます。あ、それがアニメ的に好きなの。あ、そうですね。はい、まあ確かにいい機会ですよね。面白いね。爆発力もあるしね。はい、うん、お待って、ちょっと待って、なんか一応強でした。これ熱いって書いてた。私は思いました。ちょっといきなりトミさんの方になんかええ感じっすよ、いきなり。そうです。今の入賞音はちょっとね、びっくりした。普通じゃないですよね。ですね。今は青保留ですけど、こっからあの水が出たら、いやいや、ちょっと水出たら大変ですよ。大変大変。ちょっと、まあ、リーチかかっちゃいましたね。音の割にはなのか。あ、3人までいた。で、疑似変動して、あ、全員集合とはならず。え、あ、いやおー、OKOK。 え、あ、さっきの変動じゃなかったんだ。あ、次。次のんだったんですよね、これ実は。あ、ここか。なるほど。あまりにもしょぼすぎたのでちょっとびっくりしました。最終変動だ。なるほど、こういうフェイクもあるんやな。フェイクではない、気づいてなかったな。いや、圧力が発展してたからなんか、あ、そうですね、ガチャガチャしてたんで。あ、こっち。なるほど。あ、これはちょっと熱そうです、確かに、うん、よし。はい、これで3人、あと1人。あ、青堀になってた。あー、なんか行きそうな感じ。あー、行け。よしよしよし。はい、集合集合。あ、オッケー。
5人集合。ちょっと話が違うな。ちょっとせっかくユニコーンのまず機種の説明してたんですけど、はい、すごい邪魔してきますね、いきなり。あ、タイマーも来てる。おお、やばいやばい。おお、やばいやばい。おお、来たで、これ全員集まってまうんじゃん。はい、行った。全員集まりました。おお、プッシュ。マジっすか。え、ちょっと待って、まだ打ち始めて何回転。13回転です。13回転、はい、いや、早すぎるって。まだ水はまだ出てこない。まだ水出てこない、大丈夫。はい、うぅ、あ、それなんかこれ熱いやつですよね。熱いって書いてありました。イエーイ。これ僕打ったことないんでわかんないんですけど、それでもさすがに当たるやろって思うんです。いや、確かに。おぉ、 4.5。 もう音当たってません。もうこれ月出てきてますからね、今。で、いや、出てこない出てこない、ちょっと。いや、トミさん、さすが。ありがとうございます。これは当たりましたね。早かったですね。すいません。いや、もうさすがに当たりますよ、これは。外れるわけないもん。すごいですね、トミさんね、いきなり13回転。なんかあんなアイアンマンみたいなのいましたっけ。いやー、これは熱いっしょ。何？何？うわー、かっこいい。おー、すごいすごい。おー、すごい。あ、そんなかっこいいんだ。押すタイミングがちょっとわからない。はい、よいしょー。先起こされてしまいましたけど。13回転。早いです。早いです。すごかったですね。ビギナーズラックってやつ。いやー、すごいですね。すごい。水は出てます。一応これはですね、水も風も出ないです。はい、なんか出そうですけどね。はい。よし、追いつきます。まあ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 、はい。確かあれでだから7で発展したら10ラウンドの大当たりだったんですかね。最初の振り分けがそうですね、うん、だから3ラウンドですね、私の当たりが、初当たりは。で、こっから消化して ST に突入していくって感じですね。まあ87分の1なんで余裕かな。全然いけそうな。おーし、上昇ね、これ。2回行きましたよ。おお、なんだこれは。あ、やばいんじゃない、やばいんじゃないですか。いや、まだまだだいや、逆にチャンスです。おお、めっちゃ4、これはめっちゃ4、4、やりました。
これ来ましたね。これちょっとまたいただきかな。はい、最上階、最上階、よし最上階、はい、来ました。ウォーカーバトル、これ何段階か。おお、おお、おこれはこれは来ましたね。なんかすいません、いや、こんな行くっていうのがちょっと知らんかったな。すごい。かっこいい。これでじゃあ10ラウンド、10ラウンドっぽいですね。すごい派手ですね。派手ですね、はい、派手。おお、あれ、え、まさかの嘘やろ。2440。はあ、あ、でもう一回、あと20回ね、あと20回、あ、びっくりしました、びっくりしました。そう、今100回転消化して、はい、これでしょ、海岸無双一戦で。だから大から本来やったら大からラッシュが100回転で、歌方が20回。そう、でも今これ小当たりラッシュなんで、あれ出玉は増えていきます。でここでなんか先発取れるっていう、今多分先発ぐらいはこの後お取れるんですよね。取れます。これでもいいですよね、 ST で終わり方で20回でしっかりこういう風な球を増やして終われるっていう、ね、やっぱ ST 来てそのまま抜けちゃう、はい、終わりまあ終わるけど最低この先発獲得して終われるっていうのはやっぱりバジリスクのいいところ。もう終わったんすか。え、終わり、気持ちはまだ終わってないですよね、全然切れてないし。え、取れた取れた、今3400いくつって出てましたけど、はい、いやいや出せます。いやだって初当たりで3000取れるんですよ。ああそうですね、3000フィーバー取れば、まあ、当たればね、当たりますって、うん、びっくりした。今ちょっとユニコーンの話してたんですよ、はい、基本的なまあ319ですよ、はい、で、まあ、81パケルクありますよ、はい、で、まあ、こういうのが熱いですよ、で、あ、どんな感じかなって見たらもう終わっとる。ちょっとトミーさん弱すぎ。せっかくあんな早い回転で、いやもうでも全然、まあ、あの掴みっていうかね、はい、触りの部分では早いこと当てれたっていうのは非常に良かったかなと、まあ、分かったわい。もうここからはガンダムユニコーンですよ。なるほど、はい、じゃあいいですかね、そろ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 こっちでもう独占して、そうですね、ちょっと流れがね、いくかもしれん。おすぎさん、はい、我々何にも来ないですけど、いや本当に何にも来ない、大丈夫かなっていうぐらい渋かなんですが、僕1回ホールで打ったんですけど、はい、感覚的には結構ねガセリッチ少ないんですよ。で、まあ、疑似さんとかさっき言った、まあ、注目演出これら絡んだ時っていうのは今までの騎士よりも大当たり占有率高めだと感じているので当然なんですよね。あー気持ちいい。おこれはこれは当たりますよ。うそ、当たります当たります。いや当てますよ、トミーさんが終わるの待ってましたもん。さあどんなリーチが見られるかな。さあじゃあその機動戦士ガンダムユニコーンの、まあ、大当たりのシーン見ていただきましょう。こちらになります、はい、まず疑似さんですね。まあ、近景の予告はもう総じて熱いですからだいぶ期待していいと思います。絶対掘りも変わるでしょうこれ。
ッション系ですけどね。ユニコーンガンダム発見で8点、まあ、間違いなくここは発展しますね。でさっき言った可能性の獣来ましたね。でこれが4大キーポイント演出の一つなんですが、まあ、今作はですねその4大キーポイント演出が一つの変動で2回絡むとかなり熱いです。3回絡むと大当たり濃厚になります。で可能性の獣に関しては、まあ、ここですね金が出てくると相当熱いんですけど、まあ、赤紫だけだとまあ普通という感じです。大事なのはこの後覚醒か破壊かっていうこうジャッジが行われてそこで右に行くかどうかです。金は出なかったですね。破壊か覚醒かで覚醒に行くと頂上対決リーチになるのでこれもキーポイント演出ってことは右に行けばキーポイント演出が2つ絡むことになります。あ、いった、もう激アツです。これだけでも 70% 以上の期待度。あれ今気のせいかな、ブルったような気がしてたけど手離してたんで。じゃあ当てますよ。これは当たりそう。当てますよ。もうなんなら当たった後の 20% 取れるかどうかそこに期待してます。カスタマイズしてるんですけどレバブル来てます。なのでもうほぼ当たるやつ、まあ、ちなみに本気最強リーチがこの頂上対決になります。バリかっけー。はい、あー、はい、攻める大当たりになります。であとは振り分けですね。40% が3ラウンド通常、 40% が3ラウンド確変、 20% が3000フィーバー大当たり、どれが取れるか。でこのあと再抽選が一応行われるんですが、結構そのラウンドが終わった後のジャッジに振り分けられることも多いので、これが紫津柄のままでも、まあ、全然まだ不安になることはないですね。いやー、いい当たりでしたね。近景の予告からレバブル絡んで、そして頂上対決で決めるっていうね、理想的な当たりだったと思います。紫図柄は基本3ラウンド通常ですけども、やっぱこの後に昇格演出で決まることが多いんでね、ここで3年フィーバーの可能性もあります。まだ、はい、というわけで初当たりは3ラウンド。いやー、これ一気に蹴りつけたいですね。いやー、本当ですよ、これで。ワクワクする。いきます、いけ、決めてくれ、お願いします、いけ、出撃、まだ復活あります。復活、最初のあたりは 40% 振り分けの3ラウンド通常ということでございました。残念。そろそろ当てようか、お杉さん。ちょっとね、うん、何も来ないです、うん、そろそろ当てましょう。そろそろ、まあ、一応動画撮ってるんで。そうですね、当ててもらわないとちょっと困るんですよね。まあ僕らほら慣れてるんで、はい、ほらこうやって交互に当たり引いていくじゃないですか。全然引いていただいていいんで。ちょっとカートパンツァーより先に当てたいですね。あ、お願いしますよ。ちなみにカートパンさんと普段からこう面識はあるんですか？お店違いますけど。なかったんですよ、はい、そのツイッターで、まあ、フォローし合ってで、はい、存在を知りまして。ああ、そうなんですね。そうですね。でこの間の法人のディスカップ選手権、はいはい、私とカトパンさんも行ったんですけども、そこで初めて会いました。あ、
そうなんですね、はい、じゃあ SNS での出会いが最初ということですね。そうですね。おすぎさん、これアニメは見た？アニメは見てないです。アニメ見てない、はい、でパチンコでもラッシュ入ったことないないです。で今日は激アツリーチ何も来ない。何も来ないです。つまんないでしょ。いや本当になんで何が面白いか分かんないでしょ。いやそりゃそうなりますよねせめてアニメ見ていれば。あ、3倍の赤シャッター。あ、赤システムのサイレゾン。あ、皆さん、おすぎさんが当てます。見せ場が、赤い彗星の再来ゾーンって、まあ、一応キーポイント演出期待度 70% オーバーのビーチが来ます。熱い熱い、絡め絡め、さらに絡め。いやこれ立ってほしいね。まあ強いリーチには絶対行くんで。なんだ、なんか熱そうです。熱いですね。2つ絡んだ。2つなのでこれ覚醒いったら当たりですもん。わー、あと1個。いやー、これは絶対当たってほしい。いやー、まあでも結構その大当たりに絡みやすい演出でもあるんですよね、この可能性の獣と赤い彗星の再来ゾーン。いやー、お願いします。あとは覚醒待ちです。これもね、金出てきてほしいけどな。1個金が出ればいい。金、金、金で、まあめったに出ないですよね。さあこの後です。覚醒で、覚醒で、覚醒で、まあ破壊の方ですけどね、まあこれでも十分チャンスありますよ。さあ誰とのバトルになるか。あ、でもこれ決戦の中で一番強いリーチですね。フルフロンタルなんで、もうバトル相手としては最高です。最高です、はい。外れるわけない、もう。すごい音が鳴ってる。すごいですね、これ。いやー、ちょっとこっちの方がだいぶ優勢になりますね、これで。お願いします。イエーイ、ユニコーン、やったぜ。頑張れカトパン、カトパンえ、打ってますかカトパンさんあれボタン止めてるんじゃないかな、ここ。あ、止めてる。カトパン今からちゃんと左打ちします。あ、今から今はちょっと右打ちしてたんで。いや、お見事。いや、よかった、よかったです。さあ、ちょっとあと僕が取れなかったラッシュをね、ここで取ってほしいですね。取りたいですけど、自分のプライベート打ちは単発ばっかりだったんで。そっか、そうなんです。初確変ですね、ここ行けば。お願いまだ大丈夫。まあ、60% ありますから振り分け。60% ですね。2人とも 40% 引くなんて。いや、引きたいな 60%。 さあ、ここですね、ファイナルチャンス。そうです。お願い、お願いします、お願いします、お願いします。出撃。あら、いやからの、からの、あ、そう。いやー、おすぎさん、いや、え、おすぎさん 60% ですよね、突入率 60% ですけど、まあ、3000フィーバーじゃなかった時点でもう 50% なんで、まあ、いやー、いや、残念だな、2人して。いや、でもしっかりしっかりね、演出見せれたんで、こっからですね、まあ、こっからです、はい、こっからですよ。
あ、長い。わー、やりやすさ。あ、7だ。3000フィーバー。